じゃあじゃあ、さあ今回、今年のパリーグを語る上で、この球団語らないでどうするっていう、はいはい、知らんです、はい、知らん。今日はですね、楽天イーグルス、今首位ですわ。調子いいっすよ。もうなんだかんだ調子いいのか、はい、これが実力なのか、あ、もうそもそも今後試されてくるよな。そうやっぱ夏場になってきてから、だから春先っていうのはさ、寒かったじゃない。はい、で血のりを生かしたというか、やっぱ寒さに慣れてるかどうかっていうのも大きな問題でさ、はいはい、あったけど、これからやっぱ夏場になって、はい、本当に実力なのかっていうのが試されてくるね。おお、なるほど。でもやっぱり浅村、ブラッシュ、はい、この2枚はでかい。いや、これはもう相当でかいっすね。今年の楽天考えても、それと乃木、英五郎、いいですよ。これやっぱこの子が怪我しなかった相当な選手だから。そうですね、ずっと言ってますもんね、乃木選手。プロ野球チップスもやってましたよね。やってんで、そうやってた。それも言ってましたよ、ね、本当に怪我のことを。いやいや、怪我がなかったらもう本当にいい選手になるから、ね、レギュラーのもう、あれも島内選手もいいっすよね、うん、でもね、島内はね、4番打って良かったんだよ。良かったけど、ちょっと崩したな。で、ちょっと動きが悪いわ、島内。あ、ちょっと動きが悪い感じる、はい、うん、あとやっぱウィーラーの存在、ウィーラーはやっぱりキャプテンシーがある、うーん、チームを引っ張ってくれてる。ウィーラー選手、笑顔すごい良くないですか、うん、笑顔がいい、顔がなんか、まあ、それと、はい、やっぱ外国人同士、まあこれは完全に中に入らなきゃわからないけど、はいはい、外国人たちをまとめてんじゃないかな、キャンセルで勝つために、はい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 、だからブラッシュがすんなり活躍できてるのは、はい、ウィーラーのおかげもあるのかなという、そんな感じもするよね。チームの中でのちょっとこの、うん、パイプ役というか、それと石井和久、はいはい、GM、はいはい、札幌で会ったんだよ。あ、あったんですか。で札幌ドームでちょっと話をしたんだけどさ、はい、やっぱ彼の持ってる温和な感じ、はいはい、なんか眉間に絶対しわ寄せない温和な感じがすごいチームにいい影響を与えてるという。で、あそこがやっぱ壁になって雑音を遮断してる。これ噂レベルだけどさ、はい、例えばオーナーが加入してきて、うん、ああだこうだ言うとか、あ、はいはい、今一切ないらしいんだよ、はい、うん、やっぱこう 1G 目のところで受け止めてあげてる、うん、で、やりやすい環境を平石監督に、はい、与えてるという、うん、だからすごくこうなんていうの、パイプがしっかりしてきたという。なるほど。そんな感じが今年の好調さを呼んでる可能性がある、はい、だから石井和久の存在っていうのがすごく大きいと思う、うん、今年楽天って言ったらもうピッチャーが2枚か、岸投手、ダルビッシュ投手が200、なんか出れないってなってどうなるっていう状況だったにもかかわらずここまで上がってきたんで、で、この夏場になるにつれてその 2人がやっぱ戻ってきたらまた分かんないですよね、どうなっていくか。それは分かんない。そこでまた、ただ戻ってきたからって言って良くなるとも限らない。ああ、どうですか。それはまあ額面通りやってくれたら、はいはい、それはもちろんいいに決まってるわ。だから岸なんか戻ってきて、はい、いいしさ、はい、でも則本が帰ってきたからって今まで通りの活躍してくれるかどうか分からないけども、はい、確実に言えることはチームとしての力はアップしてるという。あ、だから春先から頑張った、ちょっと落ちるとこが来たけども、はい、また上がってきたみたいな、うん、だどこまで踏ん張りきれるのか。そうっすね、これはね、やっぱりスタミナがいるからチームに。だからどこまでスタミナを蓄えてるかどうか、うん、これが試される。これを乗り切ったら強いチームが、はい、できる。だ毎年安定した力になってくる、はいはいはい、だから楽しみだ今年。いやー楽しみですね、本当に。ホームラン見に球場に足を運んでる人もいますよね、多分ね。いや確実に出るよ誰かしら打ってくれる確かに。絶対もうこの間辰巳選手も出ましたからいや、あの時は、ね、チームで6本か7本かめっちゃ打ってましたよ。7本打ってたの、はい。これから怖いのはやっぱ茂木の怪我だとか、はい、怪我ですね。辰巳がルーキーで、はい、どのぐらい持ちこたえられるのか、うん、夏場ね、はい、やっぱフルシーズン出るってすごい体力も精神的にも強くないと出れないからな。だからまあそこら辺を注目しながら、はい、ね、応援していこう。はい、そうですね、はい、